乃木坂46が2016年5月25日にリリースする 2MD アルバムの詳細を発表した。アルバムのタイトルはそれぞれの椅子に決定。ジャケット写真は 1ST アルバムの撮影場所が東京メトロ乃木坂駅だったのに対し、そこからの成長や次へのステージなど新しい乃木坂46をイメージさせる場所として同じ乃木坂に存在し、乃木坂駅と直結している国立新美術館で撮影。メンバーは制服ではなく、混ぜ合わせると乃木坂46のグループカラーである紫色になる赤と青の2色の衣装を着て撮影に臨んだ。このカラーリングは、同じ色の中でもメンバーによって衣装が違っていることと合わせ、様々な個性が混ざって、紫色になっているという意味を含んでいるようだ。